じゃあ、次、ようやく本題です。はい。今回の先行の ARP9 というわけで、先行の ARP ゆえになる、この中核となる部品ですね。はい。これをね、ちょっと、組み立てていきたいと思います。まずは、アウターバ、あ、インナーバレル。そう、インナーバレルもね、今回これ用ではなくて、まあ、いつも通り、ごめんね、この AOLS の、あの、タイトバレルね、あんまり安いんでね、全種類在庫してるんですよ。これちょっと見えるかな？これ確かね、クルツ用かなの 141mm。はい。をね、在庫してたので、今回これを使っていこうと思います。はい。よし。では、まずは、ちょっと、なんだっけ、バレルの組み付けが終わってから、こっち側のね、ちょっとカスタムをしていこうと思います。よし。じゃあ、バレルの組み付けですと。で、今回室内仕様ではありますが、やっぱり外でも使えた方がいいなと思うので、うん。まあ、いつも通りね、宮川さんを使っていこうと思います。はい。室内で使うので、あんまりね、いや、すごい、あれいらないんだよな、ホップな。どうしよっかな。けどさ、室内ではな、最近ね、室内ではね、0.2 を使うことにしてて、まあ、時により、0.16 とかの弾使うんですけど、0.16 の弾使うなっていうところがたまにあるので、まあ、基本 0.2 を使ってますと。0.2 で、セッティングが出しやすく、かつ 0.25 までしかこいつは使うつもりがないので、ピーキーにならないように、これは、シリコンをちょっと使いましょうか。だから、シリコンか、あ、じゃあ、ニトリル50あたりがちょうどいい。あ、これか。ニトリル50だね。あんまり柔らかすぎると今度は弾詰まっからな。じゃあ、間を取って、ニトリルの60行きましょう。ぶつくさ、自分で勝手にね、悩むっていうね。そしたら、ニトリル60をちょっと使っていきます。いつもね、70を使うので、まあ、今回は室内専用なので、60で十分だと思います。まあ、本当は50の方がいい気がするけどね。まあ、そこはちょっと後でね、もしこれで、ダメだなと思ったら、調整編ってことで、話が続くと思いますので、はい。よし、じゃあ、ちょっとこれ突っ込んで、これ上のパーツ取んなきゃいけないんだよな、これ。よいしょ。よし、じゃあちょっと一旦こいつを分解しましょう。はい。まあね、このチャンバーね、前にも、なんだっけ、最強の M4。はい、僕がだいぶ昔に作った、M4 のね、カスタムしたやつに、載せた動画があるので、まあその時の動画をね、見ていらっしゃる方がどれだけいるかわかんないので、まあ一応、最初からね、説明しておくと、これですね、実は、あれなんですよ、LED がね、これついてるんですよ。うん、まあ見ての通り、1W の LED が2つついてます。はい。で、この LED がなんと使えないんですよ。そう。笑えることに使えない。そう。うん。他にもね、このチャンバーを使って、取り付けたよ、打ってみたよっていう動画をね、上げられてる方もいるので、いますが、そう、残念ながら使えないんだよね、これね。そう。だからね、自分で、LED を変えてあげる必要がありますと。はい。で、変えてあげるにしても、どの LED をチョイスすればいいかってね、そこがまず第一の、難関になるわけですが、実はね、私はね、その時ひらめいたんですよ。そう。LED って言ってね、普通の LED じゃ、おぉ普通の LED じゃダメだろと。そう。それでね、ここに紫外線 LED を入れるっていうね、秘策を思いつきまして、そう。それでね、うまくいっちゃったんだよね。まあ、このね、情報がどれだけの人に、ね、役に立つかちょっとよくわかんないんだけど、そもそもこのチャンバーを多分使ってる人がそうそういないので、つかね、高いからね、これね。一応なんだっけ、Amazon でもね、売ってんのは見たことあるんだけど、よーし。まあ、なので、後でね、今喋ったように、ちょっとここをね、LED を交換しようと思ってます。まあ、まずはちょっと今はね、チャンバーの取り付けに集中したいと思います。よし。これね、前回入れた時気づいたんだけど、この、チャンバーよくできてて、奥側の、手前の径と奥側の径が違うんですよ。奥側ちょっと絞ってあって、要は、こいつを突っ込むと、どんどんきつくなってくるんですよ、最後の方。だから、エア漏れはないかなと思ってたんだけど、今見るとちょっとね、ガタつきがあるんだよね。最終的に突っ込むと、
閉まるんだけど、それだと若干怪しいね、これね。しかもなんか抜けなくなったし、おい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 、どうした？なんかゴムが張り付いちゃったっぽいですね。よし、取れた。OK。というわけで、ちょっとね、一巻きマシマシで、いこうと思います。はい。じゃあね、このね、半分にカットしたやつで、かさ増しをしてあげようと思います。よし、まあ、とにかくね、この手のね、ガタつきはね、なるべく抑えた方がいい。抑えられるんだったら、徹底的にガタつきはね、抑えた方がいいんでね。よいしょ、この手のね、なんかほんの 0.1 ミリぐらいのガタつきが、すべてに影響を及ぼすので、じゃあなんかさ、カスタムって難しいなってなんか思うでしょ。いや、そんなことはない。うん。僕のやってることってね、そうそう難しいことやってないんだよ。だって、こんなね、なんか、ぺっちゃくちゃね、やってるだけなんで、そう、要はね、適当なんで僕。見ての通り。ああ、ちょうどいいね、ほら。いいね。いい感じの、抵抗感です。はい。これぐらいだったらエア漏れはなさそうだね。うん。まあ、エア漏れのチェック方法としては、ここと、ここを塞いで、ふーって吹きたいんだけど、ここね、こういう隙間になってるので、ちょっと吹けないんだよね、これね。うん。なんで、ちょっとチェックはできないですが、多分大丈夫だと思います。はい。よし、じゃあ、この状態で、前回ね。まあ、ちょっと笑えるんで、よかったら見てください。これね、やっちゃったんだよね。そう、これね、ポム樹脂なのよ。ここだ。なんか無駄にポム樹脂なの、これ。ポム樹脂って、要は、硬すぎる、硬いから、じゃあ、こう曲げに弱いんですよ。そしたらね、やっちゃったんだよ、これね。はめるときにパキって割っちゃって。そう。なんでね、これもね、ちょっと気をつけて入れようと思います。いやー、軽くトラウマなんだよな、あれ。割れるな。よっしゃ、いった。よし、今回分かってたらね。うん。センターに合わせて入れてあげますと。大丈夫かな？よし。で、あとは、ここにね、バレルの固定用の金具が、ついてきてるので、これを入れてあげますと。これね、これをシューッと入れて、ここに固定しますと。よっこいしょ。よっしゃ、できた。はい。これで一応チャンバーの、取り付け、チャンバー組み立ては完了ですね。よし。じゃあ、これから、調整をしていきたいと思います。はい。まず、これね、面白いのが、よくできてんすよ、これ。何がよくできてるかっていうと、前にね、どこの動画で説明したっけな、多分、アサシン M4 だと思う。うん。まあ、動画、そのシーンの動画があったらね、ちょっと貼り付けとくんですけど、普通のね、チャンバー、電動ガンのチャンバーっていうのは、基本的にシーソー式なんですよ。うん。で、このシーソーがまたね、ちょっとね、悪さっていうか、影響っていうか、ちょっと若干、問題があって、何が問題かっていうと、このシーソーってね、要は、ダイヤルを、こう回すことによって、こいつがシーソーになってこう押したり上げたりってことするわけじゃないですか。そう、ところがね、上げた時と押した時、ほら見てわかるように、この押しゴムって実は斜めになっちゃうんですよ。うん。この斜めになると何が起きるかっていうと、宮川ゴムの場合は、要は、前にもね、それを解説した動画があるので、まあ、それを、もしよろしければ見てほしいんですが、これじゃねえや。この透明のやつを、ね、引き上げするとよくわかるんだけど、そう、宮川ゴムってね、この細長、要は長い棒が2本出てるわけですよね。そう。で、この長い棒が2本出てるので、要は、このシーソーで、シーソーがね、例えばさ、こうされますと、こうされると、前と後ろのバランスが崩れるんですよ。で、これがね、あんまり、宮川ゴム的には、この宮川ゴムチャンバー、長掛けパッキン的にあんまりよろしくないことが起きるので、そう、要は前と後ろの、かかる、バランスが崩れるんですよ。そう、本当は上から平行にこうやって押し下げてあげるのが、こいつの元々の設計思想なんですよね。そう、だからそれをなるべく、なくすためにこのフラットな、押しゴムがついてくるわけです。はい。なので、宮川ゴムの、宮川中掛けパッキンを使う場合は必ずこのゴムを使ってね、押しゴム、この元々ついてる丸い押しゴムからこの押しゴムに変えてやる必要がありますと。
はい。それでも解決できないんだよ。そう。要はね、こうなるだけだから、結局、こうなるんだよね。ちょっと大げさな表現をすると、こうなるんだよね。そう。だからね、ところが、このチャンバー、なんとね、すごいんですよ。うん。何がすごいかっていうと、こうなってんの。うん、逆か。こうだね。そう、こうなってんですよ。そう、シーソーが平行に押すんですよ。こうやってこう、チャンバーを押す金具をね。そう、だから、こいつは理想的な、平均的な力を、チャンバーに与えられるんですよ。これ、すごくない？うん。まあ、やっぱね、高いだけあると思うよ。でね、これを、まあ、入れますと。はい。なので、これを入れたいんですが、まだ問題があるのね。まあ、ここはね、結局、やっぱカスタムチャンバーなのでどうしようもないんですけど、これ、代わりに、要は、ダンパーがついてるんですよね。押しゴムじゃねえな。要は、チャンバーと、この器具と、シーソーの間にこのダンパーがついていて、まあ、なんでこのダンパーがついているかっていうと、結局、弾を押し出す瞬間、ちょっと浮き上がるんですよね。このパッキンでね。その浮き上がった力を逃がすための、ダンパーがここについてるわけですよ。まあ、普通だと、そのダンパー効果を、要は、中空になってるじゃないですか。普通の丸いとかの純正の押しゴムって。そう。あの中空になってるのはなんでかっていうと、弾を押し出すときに、チャンバーが一旦膨らむのを吸収するために、あそこが丸くなってるんですよね。なんか中空になってるんですよね。そう。あれと大体似たような役割を、ここで果たしてるみたいで。うん。まあ、ところが、宮川ゴムは、それは迷惑だからやめてくれっていう仕様なんですよ。うん、まあ、ただ、こいつはね、かなり硬いゴムを使ってるので、まあ、特に問題ないかなと。ただ、実はこれ、高さ調整も兼ねているので、これをね、ちょっと、どれくらいかちょっとカットして高さをね、調整してあげないといけない感じです。はい。なので、ちょっと一旦軽く、こう、パパッと組み立ててみて、高さ調整がどれくらい必要かっていうのをちょっと見てみようと思います。はい。こう具合は完璧だね。そりゃそうだ。だって、平行に降りてるもん。そうだ、これね、セッティング超出しやすいんだよね。ちょっと右に回っちゃ、回ってるわ。了解です。ちょっとね、チャンバーが右斜めになってしまったようですね。回せないんだよなこれ。そう、ここのね、この、なんだっけ、チャンバーを固定するやつの後ろに棒が出てて、こう、チャンバーがね、回転できないようになってんだよな。パチっていったよ。大丈夫。あー、怖い、これ。よくできてる分ね、あちこちちょっとね、脆いんですよね。入り口から見るとね、バッチリなんだけど、出口から見るとね、ずれてることって結構多くて。よし、垂直出ました。OK です。よし、じゃあ、この押しゴムを押してあげるためのこの機構を入れますが、さっきも言ったように高さ調整が多分必要だと思うんだよね。まあ、ちょっと刺して、これをね、挿入して、どれだけ調整が必要かっていうのをちょっと見てあげましょうと思ったけど、もうすでに必要だね。ほら、だってさ、この状態だと、もう、ここにさ、このね、ダイヤルをつけると、もうすでに下がっちゃうもん、少し。これはダメだね。よし、じゃあ、現段階で、カットする必要が分かったので、感覚っすね、感覚。これはもう完全に感覚。で、まあ失敗してもいいように、予備がついてきてるので、まあ、あんまり気にはしてないんですけど、そうね、この感じだと、こんぐらいかな。結構切ったな。よし、結構切りましたね。結構、切ってみました。はい。よし、じゃあね、これをもう一回乗せて、様子を見てみましょう。もう、まだカットしていいね。半分ぐらいまで一定を下げっすね。3分の1ぐらい切ったから、もうちょっと、切り進めて、
結構来たね。半分は行ったな。あ、やっちまった。めっちゃ斜めに切った。これはダメだろう。大丈夫かな。めっちゃ超ちっちゃくなった。これはダメじゃないかな。いや、ダメだね。やりすぎました。はい、失敗です。ちょっと予備があるからって気抜きすぎたわ。しょうがない。ちょっと予備を使いましょう。よし、ほら、ハサミで切った方がさ、綺麗に切れんだよ。よいしょ。あ、いいんじゃない？うん。これなら大丈夫だよ。こいつを入れて、よし。これでぐるぐる回してチェックしてみます。なんか結構ぐらついてんな。あれ？さっきまでそんなことなかった気がするんだけど。これじゃあ振動で動いちゃうね。どうやらこのゴムパッキンがちょっと死にかけてるのかな？そうね。ゴムパッキンがちょっと死にかけて、ここがちょっとグラチョン になっちゃってるね。くそー。変な問題にぶち当たりましたね。よし、じゃあ、しょうがないので、そこに合いそうな、ゴムパッキンを探そうと思います。めんどくせえな、この野郎。